富士豆とは、豆赤富士豆属に属する鶴性の植物。別名に戦国豆、味豆など。人間豆と混同されがちだが、別種である。熱帯地域に分布する。暖かい気候との親和性が強く、成長は早い。品種によって、鞘の色に異があり、鞘が紫色の品種は、墨で色や赤紫色の健爛な葉をつけることから、観葉植物として人気が高い。 やが、緑の品種は白い花を咲かせる。アフリカ、アジアを原産地とする。古くはインドで栽培され、東南アジア、エジプト、スーダンなどでも見られる。日本には旧世紀以降たびたび導入された。関西では、富士もみをインゲン豆と呼び、インゲン豆はサンド豆と呼ばれている。岐阜県では、ひだ、実の伝統野菜に、戦国豆として、石川県では、 カガ野菜の一つとして、カガツル豆の名で、ブランド化されている。熱帯、亜熱帯の地域で、食用や家畜の餌として栽培される。若い鞘を、天ぷらや和え物、汁の実にして食べる。種子は熟したもの、若いもの、双方を食べられる。熟した種子は、硬い外皮で覆われているため、料理の際は、長時間の加熱を必要とする。 加熱の際には何度か水を変える。大量に摂取すると毒性が強く危険。乾燥させた種子は豆かすに加工したり圧縮、発酵させて納豆のようにして食べる。加熱してそのまま食べても良い。ミャンマーでは種子がカレーの材料に使われる。東洋医学ではインゲンと呼ばれ、消化不良や下毒に効果のある気薬として用いられる。 富士豆の鞘富士豆の主枝お箱、野菜の博物学83ページ生薬の玉出箱インゲン株式会社内田和寛薬、2015年9月22日閲覧ありがとうございます